やっぱり男は持続力。はい、どうもお世話になります。千葉県野田市チキチキ情報局、千葉県東金市みんなの情報局、局長&喋る管理人、夜の帝王みなぎる男、ビッグマグナムファンキー利根川でございます。10月3日日曜日午後4時を回ったところでございます。ファンキー利根川お気持ち、本日もよろしくお願いいたします。はい、10月最初の週末で、金曜日は台風で大変だったんですが、昨日今日と非常にね、まあ暑いぐらいですけどね、天気がすごくいい、10月最初の、ね、週末ということになっておりますが、なんか各地人出がすごいらしいですね。まあ行楽地もそうですし、お店さんの方も結構ね、お客さんが入ってね、出てるのかなという、そんな、情報が入っておりますけど、まあ夜の街にね、まあまあでも9時ぐらいまでなのかな今ね、基本、まあそんなわけでね、少しずつ、また元のね、活気が戻ってきてるのかなというところでありますが、まだまだね、気を許してるわけにはいきませんので、どうぞ3密ね、から、手洗いうがらい、うがい、消毒もろもろ、注意してね、コロナ、かからないようにしていただきたいなという、そんな風に思っておりますね。はい、関東地方も天気すごくね、朝から良くて、まあ今はねだいぶ風もね涼しくはなってるかなと思うんですけどね、直射日光当たるところは結構暑いかなっていう、そんなところだったんですが、昨日の動画でちょっとお話ししたんですが、ファンキー利根川、今日は温泉に行って湯治をするよという、そんな話をしてたのですが、ちょっとね朝起きれませんでした、ね、なので、今日はやめました、ね、ちょっと出足が遅れちゃったので、もう今日はやめっていう、そんなところで、まあちょっとねフラフラと、気分転換をしながらね、走って、いたりしたんですけど、まあちょっと詳しいことはまた後々というところで、なっておりますが、まあ今ちょっと帰り途中でね、少しだけ喋ってるよと、いつものリフレッシュプラザとは違うところだからね。そう、今日はリハビリもお休みしたよっていう、そんな感じでありますけどね。はい、昨日の夜ところどころで結構雨降ったね、雷鳴ったりとか、なんか結構東金の方もそうですし、あと野田の方もね結構、降ったなんて、そんな話も出ておりましたけどね。大丈夫ですかね、なんか雷、僕もレーダーっていうか雷レーダーでよく見せたら、結構本当にところどころっていうかね、要所要所でこうなってたっていうことなんで、まあ、まあ季節変わっていくからかなっていう、そんな感じはあるんですけどね。はい、いやね、まあ、さっきもオープニングでもちょっと喋ってましたけども、コロナウイルス緊急事態宣言解除というね、ところで、なんかこうね、次行きたいなってはずっと言ってたんですけど、昨日もこれもちょっと喋ったんですが、やっぱり会食とかはあんまり好ましくない、かんばしくないっていう、ね、ちょっと情報を見ちゃったので、せっかくね言ってたんですけど、なんかどっかへ集まろうかって話をしたんですけど、ちょっとなんか特に食事なんかするなんて伴う会合はちょっと厳しいのかななんて今いろいろね考えてるんですけど、まあなんかね、まあ数人だったらいいんだろうけど、ちょっと今やるとね、多分50人100人集まっちゃうんじゃないかなっていう、わかんないわかんないね、そうなるとまたね、変なところでクラスター出しちゃったりするのも良くないなっていう感じもあるので、悩んでますね。やりたいのは山々なんですが、まあいろいろねこういうことをやってるので、ね、普段から集まるなとか言ってるのにね、緊急事態明けたからじゃあ集まってご飯食ったらクラスター出しちゃったってんじゃん、お前どうなんだよってこう言われちゃうなっていうこともあるので、すごい悩んでますね。よかったら意見
いただければなというふうに思っております。こちらの動画のコメント欄とかで結構ですんで、書いておいていただけるとありがたいかなと。一生懸命なんかね考えてはいたんですけど、ちょっと今厳しいかなっていうそんな感じはあるので、また、僕も考えますので、皆さんもぜひ前向きに考えていただけるとありがたいかな、ね。なのでちょっとしばしなんだチキチキ的みんなの食事会交流会、ちょっと様子見ようよ、ね、みんなの意見も募集してますで、ね、当たり障りない、なんかできないかなっていうのをね、考えてます。まあいろいろね、まあ今やなってもいいだろうっていうそういう感じもあるので、集まりたいのはやまやまなんですが、ちょっとねそのあたり、ちょっと保留ということでね、ひとまず、よかったらメンバーさんの意見もいただけるとありがたいかなというふうに思っておりますね。動画のこちらの動画のコメント欄よかったら、コメント、まああとその他動画見られた方はね、コメントをいただけるとありがたいですね。励みになりますのでね、一つよろしくね。応援金とかはまだ募りませんね。今いろいろ皆さんね、 YouTuber の方とか、まあいろんな方ね、動画見て応援金ちょうだいみたいなことをやってるんですけど、ちゃんと夜ともまた放送できるようになったらそういうのもちょっとやらせていただこうかなという、ところでね、思っております。まあひとまず今のうちはコメントをいただけるとありがたいですね。やる気も出ますので、やる気出させぶやる気出せ、出せそうなコメントをください。よろしくお願いします。はい、チキチキ情報局、みんなの情報局、ごめんなさい、今日うろうろ出てたのでね、あんまり覗いてないんですが、結構なんか投稿いただいてたようで、野田の方のコメント、あ、投稿か、投稿だと誰、佐藤真美ちゃんかな、なんか柏のモラージュっていうショッピングモールになんか美味しいモンブランのお店できたよとか、ね、なんかそんな情報をいただいたりとかもしておりましたしね。まあなんとなくちょっとこう秋の、投稿ね、増えてきたのかなという。まあ本当はね、運動会だったりイベントね、とかなんかいろいろ上がってくるはずではありますが、なかなかこの状況なのでね、上がりきれないというところでありますね。あと今まで多分皆さんもね、まあ数名で食事に行ってたんですけど、なかなか上げづらいっていう感じがあったんですが、まあ一つで、とりあえず緊急事態宣言解除になってますので、まあ 4,5 人とかね、そのぐらいの少人数の会食なんかの投稿も全然大丈夫だと思うので、よかったらね、昨日も上がってたね、会食、野田の方でね、数名でやられたようなんていう、そんな会食情報を上がってたりとかも、出ておりますので、そのあたりも、ぜひ、皆さんね、ご投稿いただけるとありがたいです。で、あと、野田、ハンバーガーのお店ができたよとか、もう出ておりましたね。もう野田はもうすごいですね、ハンバーガーのお店。もう、この間まではもう、ロッキーバーガー、関谷と一人勝ちかなと思ったんですけど、このところなんかすごいバーガー屋さんできたなんていう、そんな情報も上がったりとかね。あと、東金、みんなの情報局の、メンバーさんで、茂原のメンバーさんで、瀬山さんかな、なんだワンちゃんと行ける、カフェやられてるメンバーさんなんですが、茂原コーヒーというかな、がなんか今週の水曜日の、またこれもおなじみなんですが、お昼の番組テレビ東京昼飯旅で、こちらの方に取材が入ったという投稿をみんなの情報局の方にいただいておりますので、これ皆さんよかったらチェックよろしくお願いしますね。多分今週の木曜日だから、いつ 6日とか、あ、6日7日かな、確か木曜日の、結構スタートがね早いんだよね、あの番組11時40分ぐらいからやってるテレ東ね。よかったら今週木曜日、
昼間お時間になる方、テレ東チェックよろしくお願いします。昼飯旅って、東金のメンバーさん、瀬山さんかな、の、茂原コーヒー、昼飯旅の取材を受けて、ご本人登場らしいので、チェックの方よろしくお願いいたします。はい。まあそんなわけでね、まあいろいろ、もっともっといっぱい情報出てるんですけど、まあいろいろね、喋りたいこといっぱいあるんですが、あと埼玉のちょっと情報で、これは某メンバーの埼玉の一郎の個人ページから、抜いてきたんですけど、なんか今月から埼玉は、エスカレーターの、なんだ、歩いてエスカレーターに乗るのがダメっていうなったっていうね、情報が、条例かな確か。ね、埼玉県。まだ千葉県とかなってないみたいなんですが、全国初じゃないのかな、なんか埼玉からなんて書いてあったけど。で、だいたい左側に、関東だと左側に寄って、右側をこう、歩いて登っていくっていうスタイルがあったんですけど、まあずっとね、賛否言われてたんですけど、いよいよ、埼玉は、禁止ということで、条例が決まってね、今月1日からということになっておりますので、どうぞ埼玉でエスカレーター利用される方は、ぜひ注意していただければな。ね、急ぐ方は階段で行くんだよっていう、そんなところをね、まあもちろん、最初からね、歩いて登るもんじゃないっていう、まあ、歩く歩道、まああれはエスカレーターじゃねえのかな、なんかはあるんですけど、こう普通にこう階段状になってるエスカレーターはもともとね、歩かないっていうのは、なったんですが、まあなんとなくね、風習で、大阪はなんか右側に止まって左側をこう歩いていくなんて、そんな話になったみたいなんですが、埼玉の方はね、そんな話、全部、板の方に出ておりますので、チキチキ上業、みんなの上業を板の方に出しておりますので、こちらの方をチェックよろしくお願いいたします。ね。僕も大賛成です。ね。結構危ないから、上りはともかくね、下りで、カバン引っ掛けられて、なんかガタガタって、東京駅かな、俺見たんだよね、一回。あと、ちょっと大きな荷物持ったりするとね、それがこう、引っかかって歩かれて転がっちゃったりっていうのをね、怖いなぁなんて思ったこともあるので、ぜひね、注意して、なくなるように、していければなというふうに思っております。はい、そんなわけで今日も、インスタグラム対策で15分でお届けしてまいりました。ファンキー利根川お気持ち以上をもちましてお開き、まあちょっとまだ明るいけど、でも最近ね、日の暮れるのも結構早くなってきましたしね、夕方どんどん涼しくなってくるので、どうぞ皆さん、早めに戻られてね、明日からまた1週間頑張ろうぜという、そんなところで、一つよろしくという感じでございます。はい。本当にいつも台本もなく、なんか全然なく、ポッて始めるっていう、ところでね、話がまとまらないんですが、ご勘弁いただきましてね、ぜひ、チャンネル登録、よろしくお願いします。ね、YouTube も、同じ内容で上げてますので、チャンネル登録、よろしくお願いします。はい。じゃあまた、次回の放送、明日も多分やると思います。ね、なので、まあ今夜これ聞いて、また明日も引き続き、よろしくお願いいたします。本当にいつもどうもありがとうございます。おしまいです。またね。ここまでのお相手は千葉県野田市チキチキ情報局、千葉県東金市みんなの情報局、局長&喋る管理人、夜の帝王みなぎる男、ビッグマグナムファンキー利根川でございました。それじゃあまた夕方ね、商店見て、その後まるちゃん見て、サダイさん見てね、でポツンと一軒家で、皆さんお休みください。どうもありがとうございました。バイバイ、サンキューソーマッチ。終わり。